絹川ふれあい橋より絹川温泉は、栃木県日光市の絹川上流域にある温泉。箱根や熱海と並んで、東京の奥座敷と呼ばれ、年間200万人以上の宿泊客で賑わう。火傷に対する効能があるとされ、北側の川地温泉と共に、傷は川地、火傷は滝と称された。草原泉数32、毎分3573リットルの湯量を誇る。 古くは、滝温泉という名前で、1691年に、沼尾十兵衛が、木の川う岸で源泉を発見されたとされる。1751年から日光奉行の支配となったことから、日光参り帰りの諸大名や僧侶たちのみが、利用可能な温泉であった。明治時代になって滝温泉が、一般に解放され、明治2年には東岸にも、藤原温泉が発見された。 その後、上流に水力発電所ができて鬼怒川の水位が下がるとともに、川底から震源泉が次々と発見され、1927年に滝温泉と藤原温泉を合わせて鬼怒川温泉と呼ぶようになり、その名称は今日まで至っている。この頃から旅館、ホテルが開業を始め、1929年の下付、電気鉄道の開通もきっかけとなり、 次第に温泉として発展していった。戦後は特急、絹の運行などもあり、東京から観光客が押し寄せて、日本有数の大型温泉地としての発展を見せた。約40軒のホテル旅館のほか、リゾートマンションや企業の保養所などが連なり、市営の公共浴場や足湯のほか、民間の入浴施設も多数ある。絹川温泉駅周辺には、 コンビニエンスストア、土産物店、レストラン、売店、カフェ、料理店、そば店、中華料理店、足湯、旅館観光案内所、ツーリストセンター、レンタカー、全天候型プールスパ、銀行、郵便局などが並ぶ。外国人の観光客も多い。バブル崩壊後は、団体旅行の減少、レジャーの多様化、円高に伴う、 海外旅行の一般化などの構造的要因もあって、全国的に温泉街が経営的に一層苦しくなっている中、木の川温泉も例外ではなく、熱海温泉や別府温泉と並んで不審の代表格とされたことすらあった。同じ東京近郊立地の温泉地である箱根温泉に比べると、アクセスがやや不利で、集客にハンディがあった上、東北新幹線の拡充、 遠心や航空運賃の低下に伴う東北、北海道など北日本各地の観光地、温泉地との地域間競合、円高や LCC の出現による観光客の海外流出も不振につながる要因であった。内的なものとしては会社などの団体客を主要顧客としていた時代の設備のままの経営や硬直的で割高な料金設定を 後々まで続けていたことで、リピーターとなる可能性のある一人旅客や、若年層を長年逃し続ける原因ともなった。木の川の渓谷沿いに、大型のリゾートホテル、旅館が連なるようになったのは、高度経済成長期以降である。多くの地場資本による宿泊施設のメインバンクである、足利銀行は、融資拡大路線と、相まってバブル期に宿泊施設の増築。 改装といった設備投資に対して積極的に融資を行った。バブル崩壊後は越冬資金融資を引き受け、返済困難な既存借り入れを新規融資で肩代わりし、借り換えさせる策により、ほとんどの宿泊施設は宿泊客が年々減少する平成不強化でも経営支援として延命されてきた。しかし2003年11月に、 足利銀行は経営破綻し、預金保険機構が一時刻有化融資基準が厳格化され、不良債権が認められた貸出先については、新規融資が困難となり、朝やホテルのように、バブル期の設備投資による過剰な融資が集中した、絹川温泉界隈で資金繰りの悪化が懸念された。その後不良債権の多くは整理回収機構へ、債権譲とされ、 取り立てや資金繰りに駆使した事業者が2005年前後に相次いで倒産した。また、朝やホテルをはじめとした5社については産業再生機構に支援入りし再建放棄を受け経営再建を果たすことになった。これらの施設は金融支援の上経営会社の株式や不動産が企業再生ファンドに買い叩かれたことで財務基盤が身軽であり、 設備のリニューアルや低価格を武器に集客を図っている。その一方、休館した一部のリゾートホテルは解体されず放置され、廃墟となっている。2006年3月に、絹川、スペーシア絹川が、新宿駅大宮駅絹川温泉駅間で直通運転を開始し、東京の奥座敷では、伊豆、箱根方面が交通支弁である西東京、 東京特部からの集客に寄与することになった。なお、1995年に関東バスと東部バス日光が新宿駅日光、絹川温泉間の高速路線バスを開設したが1998年3月に撤退している。また、2006年11月をもってウェスタン村が休援した。2009年に世界金融危機の影響を受け、 木の川観光ホテルと木の川ホテルニュー塩原を経営するホテルニュー塩原グループが自主再建を断念し新旧分離を実施した。2011年は東日本大震災と福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の懸念から日帰りを含め観光客が激減。テップコ木の川ランドが閉園。それまで不良再建問題を免れ自主経営を。 続けてきた中小の民宿、旅館や店舗の廃業が相次ぎ、日光ル軍団も2013年12月末で解散となった。2018年現在、各旅館ホテルは客室露天風呂の設置など、積極的にリニューアルし、インバウンドの積極的な受け入れを行ったり、個人旅行及び富裕層のニーズに対応しているほか、 星野リゾート界絹川など高級旅館の新築による開業等明るい兆しである。絹川温泉駅前など温泉街を中心に日光ブランド認定品の地元食材等を使用した様々な趣向のカフェなど飲食店や店舗などが増加している。交通機関については JR と東部による JR 新宿駅と絹川温泉を相互直通する特急が毎日運行され、多摩地区、 川崎横浜地区23区西部などから、絹川温泉へのアクセスが大幅に向上した。2017年のダイヤ改正では、新型特急リバティなど、東部浅草駅発着の特急電車が大増発し、さらに絹川温泉駅と下今市駅間で SL 運行開し、同時に東部ワールドスクエア駅が新設され、利便性が大幅に向上した。2018年、 横浜駅、羽田空港間の直通高速バスが新設され、羽田空港の利用者のニーズに対応した。2017年に、県央道茨城区間、2018年に外環道千葉区間など首都圏内高速道路の開通により、成田空港及び茨城空港からのアクセスが大幅に向上した。上記のほか、地元住民や企業、さらに行政の努力により、 観光客数及び宿泊客数が増加傾向である。ありがとうございます。